皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気に頼むように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、前回のね動画でちらっとお伝えしました、虫歯や歯周病と糖尿病の関係性なんですけどもね、めっちゃ深い関係があるんですよ。糖尿病の人は歯周病になりやすいことが分かってきたんですが、この逆もありまして、歯周病の人も、すなわち虫歯の人もですね、それを放っておくと糖尿病になってしまうんです。僕がね、その虫歯もね、糖尿病予備軍ともね、言われてたのもね、この関係性も少なからずやあるからなのかもしれません。糖尿病に関してはですね、ただの食べ過ぎだとしても、それにね、その虫歯に関しては、免疫抑制剤の副作用だとして、さらには免疫抑制剤を飲んでると、メタボリックシンドロームになる確率が、普通の人に比べて4倍も高いと病院で言われてました。メタボリックシンドロームは糖尿病予備軍のことなんですよ。だからこれらがきっかけで虫歯にも歯周病にも糖尿病にもなってしまうということなんですわ。ちなみになんですけどもね、その虫歯と歯周病っていうのはね、別物だということはね、ご存知でしょうかね、皆さん。歯周病はね、歯肉の炎症や顎の下骨がね、溶けるといった症状で、直接的なね、痛みはね、実はないんですよね。進行すると歯がぐらつきますけども、痛みがない分ね、初期段階ではですね、その自覚症状はほとんどないんですよ。その一方ね、虫歯っていうのは歯を溶かす病気で、歯に穴を開けて奥まで進行していきます。でその結果、神経をチクチクチクって刺激して激しい痛みを感じます。なのでね、歯周病と糖尿病っていうのは、同様にですね、サイレントキラーとも呼ばれています。だからね、どちらも気づかんうちにですね、お互いの力を高め合ってね、えらいことになってしまうんですわ。怖いですよね。っていうか、こんな相乗効果いらんですよね、ほんまにね。ほんでね、皆さん、そこでね、皆さんは、今からお話しするようなね、お口のトラブルをですね、自覚することはね、ありますでしょうかね。歯ブラシの時に出血する、朝起きた時に歯肉に違和感がある、口臭を指摘された、歯肉が下がって歯が長く見えるようになった、体調が悪くなると歯肉が腫れる、歯を揺らすと揺れを感じることがある。僕はね、ひどい時はこれ全てね、全部当てはまってましたわ。最近ではね、歯ブラシの時に出血することはなくなりましたけども、この中で一番最初にね、現れた症状っていうのはですね、歯肉が下がって歯が長く見えるようになったっていうやつだったんですよね。これね、もう見た目ほんまに違和感しかないんですよ。もう突然ね、歯がね、長くなっているんですよ。これは気持ち悪いですよ。もう慣れましたけどね。そのね、歯が長くなってからというものですね、もうまた歯が揺れてる感じがするし、その歯茎もぷっくらとね、膨れてるんちゃうかなってね、見えてくるようになりました。それがね、あれよあれよとね、歯周病になって弱くなった部分に歯垢がね、溜まって、そこからね、虫歯にね、進化していったんですわ。でそんな歯周病にはですね、炎症が歯肉にね、限局したね、歯肉炎と歯を支えている歯槽垢というのがね、あるんですけども、それが破壊されて歯を失ってしまう歯周炎があります。先ほどお伝えしました、お話ししました、その6つのね、症状がね、複数当てはまるとですね、歯周炎の可能性が高いので、歯医者のね、治療が必要となります。その歯周病はね、糖尿病と一緒にね、悪い影響をね、及ぼします。糖尿病の人ではね、歯周病が悪化しやすくて、歯周病があると糖尿病のね、血糖コントロールっていうのが難しくなってくることがね、分かっています。そして最近の研究ではですね、その歯周病のね、治療をきちんと行うと、血糖値がね、改善することもね、分かってきています。ではね、歯周病というのはどのような病気なんでしょうか。歯周病はね、人がね、歯を失う最も多い原因だそうです。日本のね、40歳以上ではね、半数以上にね、認められていてですね、患者さんの割はね、年齢とともに増加していきます。歯周病の原因はですね、歯の表面に付着しているプラーク、いわゆるね、その磨き残しの歯垢ですよ。そんなプラークはですね、歯の表面に細菌が皮膜を作ってバリアとなってます。で、これをバイオフィルムと呼ばれてます。で、このね、バイオフィルムっていうのはですね、薬物の
浸透をね防ぐためにね、水とかね線香剤などのね、まあうがい薬ですよ、まあ、そんなんでね口をすすいただけではね除去できません。しかしね、歯磨き、ブラッシングしっかりね、ブラッシングでね、簡単にね、取り除けますので、ブラッシングが最も大切になります。そんなプラークはね、主に細菌でね、構成されていましてですね、その中にはね、歯周病原菌もね、含まれています。歯周病のね、原因となるね、細菌はですね、歯と歯肉の隙間、歯周ポケットとか聞いたことあるでしょ。で、その歯周ポケットで増殖することで、歯肉に炎症をね、起こして、さらにはね、歯を支えている骨をね、溶かしてしまいます。歯周ポケットがね、深くなるほどね、歯を支える骨がね、失われていてですね、最後は支えきれずにですね、抜歯に至ってしまいます。もう歯が抜けちゃうんですよ。そんな歯が抜けてしまうほど恐ろしい歯肉の炎症である歯周病がですね、なぜ糖尿病に関わってくるのでしょうか。それはね、出血やね、膿を出しているようなね、その歯周ポケットからはね、炎症に関連した化学物質が血管を経由してね、体の中に放出されているからなんですよ。まあ、ちょっとひどめのね、歯周ポケットがね、口の中全体にある場合ですね、その歯周ポケットの表面積っていうのは、合計はですね、この手のひらとね、同じ程度のね、大きさだと考えられてるんです。だからその歯周ポケットのね中身はね、まあ外側からはなかなかこうね見えないですけども、こうパッカパッとこうね手のひらサイズの出血やね膿がねあると思ったらね、治療なしではね放置されていると考えるとですね、体全体からも無視できない問題であるとね理解できると思います。結構怖いですよ、こんだけのね、なんていうんですか、海とかね、出血があったらね、結構怖いでしょう。歯周ポケットから出て、血流に乗ったね、炎症関連の化学物質はですね、体の中でね、血糖値を下げるインスリンを効きにくくします。そのことをね、インスリン抵抗性と言います。まあ、そのためにね、糖尿病が発症、進行しやすくなるんですよ。もうそれは怖いことなのでね、まあ、治療せなきませんよね。そんな歯周病のね、治療というのはですね、まずね、自分自身でのブラッシングによるね、プラークコントロールをしっかりね、行いましょう。要はね、歯磨きをしっかりしましょうということなんですよ。歯磨きしっかりして、歯垢を取り除くことなんですよ。ほんで、歯医者に行って、炎症の原因となっている歯石を取り除いてもらって、確実に取り除いてもらうスケーリングっていうのをしてもらいましょう。そうすることでね、歯肉の炎症をコントロールできれば、インスリン抵抗性が改善して、血糖コントロールも改善するということがですね、この日本でのね、研究を含めた多くの臨床研究で報告されています。なのでね、歯周病を治すとですね、炎症関連の化学物質が出なくなるので、血糖値を下げるインスリンのね、働きが正常に戻るので、糖尿病の発症進行を抑えることが可能となります。でもね、これはね、全ての糖尿病患者さんのね、血糖値を下げるというわけではないんですよ。でもまあ、悪くなる可能性があるということはね、まあ明らかなことなので、放っておくよりは治療してね、きれいにしといた方がね、ええに越したことは、ね、ないですよね。まあ、ということでね、その歯周病と糖尿病の関係性についてね、軽くお話しさせていただきました。まあ、どちらもね、放っておいてはいけないのでね、しっかりとね、ケアして、痛みがなくても、この例えばね、歯茎が下がってくるなどの、この見た目でね、チェックして気になったら、時間を作って歯医者に行ってください。まあ、そんな感じで、今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。